震災で住居を失った方、または帰還困難区域に自宅があり、まだ戻れない方もおられます。江間市としては、永続的に発展するまちづくりを実現するために、視聴者が安心して豊かに暮らせる郊外災害住宅の整備を進めてまいりました。私はこの地域を久しくやむを得ず避難しておられた方々の故郷に思いをいたす楽園になり、町に再び戻り、生活し、お互いにコミュニケーションをとり、楽しい地にしていただくことを記念して、石碑に楽土とお記号いたしました。今までな、日本松の私の道場を仮設にいたんだけども、まあみんなも今もう続いて、まあ人も少なくなったんで、なるほど、第二期にはみんなここに来ると思うんですよ。うんうん、浪松で大事復興住宅に入られて嬉しいことです。これからも住宅の皆さんと一緒に仲良くやっていきたいと思います。